社長、お時間です。お援当人アイアン騎馬隊一番入場です。またあの時の夢を潰してよ、まだ死ぬ限り。おとん、本気で言ってええんか。これでもわしはアホみたいに鍛えまくってんねんで、足腰たたみようになっても知らんで。名だしん限りに限らず、武術には目付けが重要だ。対戦相手の顔色、姿勢などで相手の体調を見抜くっちゅうこっちゃ。構造五色、人間の内臓の状態は顔色に現れ、例えば目のあたりが青みがかってたら肝臓を患うてると考えていいやろ。肝臓を患うてるということは気が通らず足の内側に弱点がある。あとはその弱点を中心に攻め込むんや。へえ、それでわしの弱点がどこか目付けできたんかい。ありすぎて一言で言うわ。ローキック体勢崩したろう思ってたのに、びくともしよらん。膝を曲げて止められとるから、こっちの足が痛いわ。まるで岩や。くそ、虫の蹴りは岩をも砕くんじゃ。正しい加減を8以上。うわー
横隔膜が衝撃のために収縮しているんや。安心せ、時期楽になるわ。心臓が止まってのう。アホだ、死んでしまうやんけ。まだまだ修行が足らんのう。ええ加減にせよ。自分の息子の心臓を止めてどないすんねん。あや、まだやるんか。忘れたんかい。名田新鍵流が殺人術ということ。名田新鍵流は滑殺自在、人を殺す術を知ってるからこそ生かす術にも通じている。死を体験することで命の尊さを知れ。その情報確かなんですか？またガセなんじゃ。かもな。かもなって編集長？超やばい。あれってワールドプロレスの天守ですよね。なんか緊張しているみたいだけど、リップのお出迎えかしら。天守より上は社長の騎馬だけだ。騎馬なら昨日から神戸だ。どうやらガセじゃなかったようだな。じゃあ天守が待っている相手は奴に違いない。ということは、奴の目的はやっぱりアイアン・キバ。奴はキバに挑戦するために戻ってくる。お父ちゃんに殺された？なだ新影流王儀、発信所や。あの技か。確かに、あれは死ぬ。クロちゃん、しみじみ言わんといてよ。ところで、今夜空いてるか？神戸メモリアルセンターにワールドプロレスが来とんやけど、あんたも行かへん？チケットもろたんや。わし、うそんこの喧嘩なんて興味ないわ。そう言うと思ったわ。プロレスは一応総合格闘技だ。見ておいても損はしないぞ。やっぱやめとくわ。今日はな、おとんの給料日でな、ゴージャスなディナー食わしたる言うてんねん。キーボー、あんたほんまに分かりやすい子やな。お父ちゃんに殺されかけたくせに食べ物に釣られるなんて。クソ、誰が。なんで俺が負けなきゃなんねんだ。藤田さん。おい、あいつプロレスラーの藤田やないか。試合に負けてあれとみたいやな。へっ、プロレスなんてしょうやん。藤田はいつも負け役や。うん、あれ今なんて言った。確かにプロレスはショーかもしれんがな。藤田さん、ホテルに戻りましょう。レスラーはね。こんなことやっても平気なんだよ。待て、船田、気合い入れろ。よし、もう一発行くぞ。派手なパフォーマンスはリングの上だけにしとぎ。あのドアホが。おお、レンガを叩き割るとは。おや、空手でもやってんのかい。だったらた、プロレスラーの強さは十分わかりました。行くぞ、キーチ。待てよ、これで終わりってことはねえだろ。わかるんだよ、俺たちには。ちょっと見ただけでさ、相手がどんだけ強いかってね。そういう相手を見るとやり合いたくなるんだよ。いいやないか、おとん。せっかく相手くれてるんや。ほな、ちょっと始めようか。おい、ふぅ。うわぁ、キイチ、イエロー。
トンを見損のうたで。なんでや、ゴージャスなディナーを食わしてる言うて屋台のラーメンやったんをまだ怒っとんか。そんなんちゃうわ。人の喧嘩を横取りして、しかもなんで酔っ払い相手に本気で蹴り入れるんや。手加減したれよ。そんな余裕はない。プロレスラーの怖さはわしが一番知っとる。プロレスラーの怖さ。あの、俺と喧嘩してもらえませんか。もう追いついてきたんか。しかも息一つ切らさんと。俺たちプロは素人に負けるわけにはいかないんす。何が何でも勝たなくちゃいけないんす。どんな手段を使っても。しゃあ相手されな。これやーくちゃん。これやー無視すんな。うっ、なにせえ。なるほど、まずは君から相手してもらいましょう。なんや。社長、キバや、ほんまもんのアイアンキバや。うちの門が素人に喧嘩で負けたと聞きましてね。もしやと思ったんだが、宮沢さん、やはりあなたでしたか。お久しぶりです。すごいな、オトン。アイアンキバと知り合いやったんか。君、宮沢さんの息子さん。私たちはね、命がけの喧嘩を戦ったお友達なんだよ。かつて私はプロレスこそが史上最強の格闘技であることを証明するため異種格闘技戦を続けていた。そして裏の世界で真の最強と噂される灘新影流にも試合を申し込んだ。灘新影流、門外不出の殺人術という性格上、試合は極秘裏に行われた。しかしそれは試合と呼べるものではなかった。生きるか死ぬかの壮絶な戦い。トゥルッハッティルカー。リングは血の海と化し、場内はただ肉を殴る鈍い音だけがこだましていた。いくつもの修羅場をくぐり抜けてきた私だった。あの時ほど恐怖を感じたことはなかった。その結果、宮沢さんは鎖骨骨折と網膜剥離、そして私は、結局私たちの戦いは痛み分けに終わったが、それは私のプロレス人生最大の屈辱だった。今でもね、宮沢さん、あの日のことを思い出すたび左目が痛むんですよ。灘新影流の名を思い出すたびに怒りが込み上がってくる。船だよ。よし、やるからには半端は許さねえ。分かっているな。これは試合じゃねえ、喧嘩だ。何をしてもいいんだ。目ん玉えぐってやんな。おお、えらい物騒なこと言うとるな。あんまりわしを喜ばすなや。因果は巡るというが、かつて死闘を演じた私たちに代わってそれぞれが育てた者同士が戦う羽目になるとは。しかしいいんですか、宮沢さん。可愛い息子さんがボロボロにされても。仮にも私の息子はそんなやわな鍛え方はしていません。チッ、船だよ。息子さんも相当喧嘩の場数を踏んでおられる。だがプロレスの本当の恐ろしさをご存じない。しっかり垂直に脳天から落としたん、聞いてへんのか。レスラーの恐ろしさはパワー、スタミナはもちろん、最も驚異的なのは打たれ強さとその回復力にある。タックル。無駄だ、レスラーは痛みに慣れている。ノーザンライトスープレックス。どんなもんや。まだだ、
まだ終わったわけじゃない。待てよ、まだやる気ないや。ちょっと待てよ。手の怪我だ。できんようになってもええか。これは試合じゃない、喧嘩だ。ギブアップもしくは戦闘不能になるまで続けられる。だがレスラーに戦意喪失はない。右手が折られたら左手で戦う、両手が折れたら足で戦う。レスラーってのはね、そういう人種なんですよ。そうか、そうかい。行くとこまで行かな、喧嘩は終わらんのかい。助かった。これ以上続けると命のやり取りになります。もう勘弁してください。ひどいな、子供の喧嘩に親が出てくるんだもんな。宮沢さんも甘いよね。何さらすんじゃ。勝負の世界は結果が全て、負けたらクソ以下だ。ましてやこのバカは、プロレスこそ最強格闘技と唱えてきた私に恥をかかせた。アメッカイコロボ前座レスラーに勝ったぐらいでいい気にならないでくれたまえ。なっちゅう握力や、身動きできん。宮沢さん、プロレスと灘新影流、どっちが強いかきっちり白黒つけましょうや。今まで私は何度も再戦を申し込んだ。だがあなたは殺し合いになると言って断り続けてきた。今度は嫌とは言わせませんよ。こっちはレスラー二人潰されてるんだ。なっこら、上等やんけ。その喧嘩こうだる、灘新影流が最強やいうことをわしが証明したら。おお、嬉しいね。私の殺人剣、灘新影流対プロレス、こいつは美味しいネタだ。今朝も大変いい天気に恵まれました。さあ元気に行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。どんな愛したんや。おとん、何怒っとんねん。ワールドプロレスと戦えば灘新影流もメジャーになれるで。灘新影流は殺人術、いわば裏の拳法や。表に出ることは許されない。おとん、頭固すぎるわ。メジャーになったら貧乏暮らしから脱出できる。アイアンの牙なんてもうぐっつー家に住んでるらしい。お前は武道を金儲けの手段と考えとるんか。お金はないよりあった方がな。ワールドプロには関わるな。奴らのどんな挑発にも乗るな。わかったの。よ、噂をすればこんな CM にも出てとんかい。人気もんやの。ハムはやっぱり新日ハム。いや、噂には聞いていましたが、木場さんは体一つで巨万の富と名声を手に入れたわけですな。リングの上だけじゃない、テレビに CM に幅広くご活躍だ。すみません、もう少しこちらを。こうかな。あ、素敵な笑顔。朝のワイドショーでもレギュラーコメンテーターを務めているし、最近ではアイアン騎馬グッズが小ギャルの間で人気とか。そうなんですよ、私も持ってます。君ね、強さですかな。ん？真の強さというものは人間を引きつける、人の心を狂わせもする。確かに、あなたと戦いたがっている最強という幻想に取りつかれた男たちは世界中にいる。左門清正もその一人だ。知っていたんですか。お宅の店主さんが成田で出迎えるのを見ました。左門清正の挑戦を受けるんですか。さて、どうしたものか。もう一つ気になることが。
無名の剣法の流派、確か名田新影流とか言いましたか。大昔の妙な噂を本気にしているようですな。昨夜の藤田選手と船田選手の件も単なる噂というわけですか。あなたは名田新影流に個人的な遺恨がある。だが今や問題は個人レベルを超えている。昔とはプロレス界の事情も変わり、次々に新団体も増え、群雄割拠する現状ではいつワールドプロレスの神話が崩壊するとも限らない。何が言いたい。どんな些細な汚点も団体の命取りになりかねない。あなた個人にとっても、また団体にとっても、名田新影流はこの世から完全に抹殺したい。違いますか。宮沢だな。名田新影流がどれほどのものか食らわせてもらうぜ。ありがとうございました。やるな。こいつは楽しめそうだ。コンビニエンス、ん？なんや？あたん。キイチ。悪く思うな。アイアン千葉との約束なんでな。ボトンが落ちた。そんな嘘だ。宮沢のせがれか。お前ワールドプロレスの回し棒やな。違う、俺はレスラーなどではない、格闘家だ。名田新影流を潰すことがアイアン牙に挑戦する条件なのだ。やめろ。うらー、おとんど仇じゃ。まったらんかい。まだ勝負はついてへん。わしを倒さん限り名田新影流を潰したいうことにはならん。冷静になってもう一度考えろ。それでも恐怖心がなかったらいつでも相手してやる。あいたつば飲まんとけよ。今度会うときは地獄見しちゃるからの。おとん、しっかりせ。おとん、ぐっ。おとん、落ちてたんとちゃうんか。芝居かいや。キイチ、あいつは強い。こんな恐怖を感じたのは騎馬と対戦して以来や。芝居歌なんだら完全に締め落とされとるわ。こいつや、昨夜のやつに間違いない。やはりそうか。クロちゃん、このサモンいう男と知り合い？いや、直接面識はない。ただその男の師匠なら知っている。あ、師匠？よしと。鬼川平蔵、通称鬼平。今は足を洗っているが、かつてはプロの壊し屋だった。壊し屋？プロモーターに逆らったレスラーを痛めつける裏の世界のレスラーだ。全治1ヶ月から再起不能まで、依頼人のリクエストに応じて思いのままに破壊する。鬼平はもともと古流柔術の達人で、その経験を生かしてプロレス界入り。関節技の天才だったが、10年足らずで引退してしまった。当時の観客には地味に見える関節技の本当の凄さが理解できなかったんだ。今の時代ならスターになれたもの。奴が帰ってきたのか。俺の作った現代のフランケンシュタイン、とんでもない化け物さ。育てた俺を遥かに超えちまった男、野獣の肉体と闘争本能に頭脳的な技を合わせ持つ完全無欠の超人的格闘家サモン清正。奴はニューヨークマフィアの経営する闇のリングで生死をかけた戦いを勝ち抜いてきた男だ。悪いことは言わねえ坊や、奴のことは忘れるんだ。あいつそんなにすごいか。ゾクゾクするの。本
気で喜んでる。そういうやつなんだ。これがサモンの必殺技地獄落としだ。こいつを食らって無事でいられる人間などこの世に一人もいやしねえ。よくて再起不能、悪くすれば。おっさん、この通りや。サモンを仕込んで完全無欠の格闘家にしたように、このわしを鍛えてくれ、強くしてくれ。あの子また来てる。毎日おじさんに土下座して弟子にしてくれって。そんなにストリップ劇場の照明係になりたいんやろか。なあ、教授サモンとやり合うなんて、ウサギがライオンに挑むようなもの。ウサギをライオンのように強くしろなんて、土台無理な話だよ。おっさん、わしは強いやつと喧嘩したいんや。もし神様が喧嘩強いんやったら、神様にだって喧嘩売ったる。神様に喧嘩売るって無茶なこと言うな。だけどそんな無茶苦茶なやつ俺は好きだな。あ、呼吸を停止することで心肺機能を高め、水の抵抗を受けることでパワーを増す。心臓に負荷をかけることでスタミナもつく。苦痛を乗り越えることで精神的に強くなれる。心臓が破裂する寸前まで打ち続けろ。終わりにしていただきたい。私たちに構うのはやめてもらいたい。サイは投げられたんですよ。あなたのご子息は自分から望んでサモンに戦いを挑んだ。今さら保護にするというのは武道家のメンツに関わるのではないでしょうか。保護やない。どちらが勝っても恨みっこなし。その約束を取り付けに来たんです。宮沢さん、こういうのはどうです。この戦い、もし子息が勝てば我々は二度と手を出さない。しかし負けた場合は。名田新影流は無敵の殺人術。もし喜一が敗れるようなら、自らの手で名田新影流を永遠に封印します。封印？私が望むのはその逆ですよ。秘伝とされている名田新影流を世間に広く公開していただきたい。神秘的な武術は人を引きつける。それが実践的であればあるほどビジネスになる。いいでしょう。しかしあなたがこの約束を破ったなら、私はあなたを殺します。飛ばしすぎだぞキーパー。名田新影流は人を殺すための技術。世間に公開して心ない者にその技術を教えることは極めて危険。お前がもしサモに敗れるようなことがあれば、わしは腹を切る。腹を切って名田新影流を封印する。音に腹切らせてたまるかいや。問題はサモンの必殺技地獄落としだ。こいつを食らう前に勝負をつけるしかない。先手必勝あるのみだが、どうやってサモンの懐に入るか。サモンとキーボーのリーチの差は20センチ。下手に踏み込めば打撃の餌食になってしまう。サモンの打撃をかわしてタックルや。仮にタックルで懐に入ることができても、肘による攻撃が待っている。それにあらゆる組み技に対するかわし方も俺がしっかりと叩き込んだ。サモンには弱点などない。なんやの、なんぞ打つ手はないんかいや。ある、一つだけ。え、うわこの技は一体これならサモンに勝てるかもしれん。驚いたね。この日のために特別に頼んでおいたんだ。ここなら誰にも邪魔されずに決着をつけられるからね。
なんせ沖6キロに停泊してある。だからどこにも逃げられないんだよ。ルールもなければレフリーもいない。戦意喪失もしくは戦闘不能になるまで続けられる。バーリトゥードの真剣勝負だ。この契約書にサインした以上、たとえ再起不能になっても文句は言えないぞ。すまんのおっさん。ん？おっさんの体、昔の無理がたたってボロボロやのに、わしの練習に付き合うてくれたんやろ。おっさんの通ってる病院の先生が練習やめてくれって言いに来たんや。そうか。おっさん、わしみたいなもんになんでそこまでしてくれんねん。俺はずっと日陰を歩いてきた。いつも明るい表の世界に憧れていた。夢だったんだよ、誰にも負けない最強の格闘家を作ることがな。しかしサモンには一番大切なものが欠けていたんだ。心だよ。ただ敵を倒すだけでは野蛮な獣と同じなんだ。それを気づかせてくれたのはお前だ。なだ新影流という裏の世界の人間でありながら卑屈なところがない。光り輝いている。もっと早くキーボーに出会っていたら、サモンをあんな化け物にしなかったかもしれない。間違って作ったものは直さないとな。それを俺はキーボーに託したんだ。おっさんが間違って作った怪物、俺がきっちり壊したる。とにかく先手必勝だ。組み合ったと同時にあの技を仕掛けるんだ。よっしゃ。どうしたんだキーボー。なんちゅうやつかんや。蛇に睨まれたカエルだ。ガードした腕そのものを破壊する圧倒的パワー。二人には実力差がありすぎる。トラとネズミほどにな。仕留めろサモン。あの技よし決まった。完全ロックだ。ケチキテン閻魔固めじゃ。これが閻魔固めか。危険すぎると。鬼兵自ら封印したという幻の技。首両膝足か左手を同時に決めた四点複合関節技。一度決まればたとえサモンといえども脱出不可能。もがけばもがくほど骨が歪み筋肉が締め付けられる。骨が綾になってもええんか。まいった言わんかい。サーモンが笑って外した。外された。俺の閻魔固めが。切り札は最後に出すもんだ。閻魔固めを破られてもう打つ手はなしか。地獄落とし。あとは首を取れれば完全ロックだ。息子さんがいたぶられるのを見るのは辛いでしょうな。この程度の試練を乗り越えられないようではまだ進化の身を積むことはできない。希望を立つな。もうやめろ。青いな。まだ進化の身にとっては
敗北は死を意味するんや。負けるわけにはいかんぞや。この世に完全無欠の人間など存在しない。小僧は五色に現れるのだ。あの程度のローキックで。おお、宮沢さん、これは一体。小僧、すなわち肝心肥肺腎臓の調子は五色の顔色に現れます。顔が青ければ肝臓の機能が低下している。赤は心臓、黄色は脾臓、白は肺、そして黒は腎臓。つまり顔が黒ずんでいるサモンは腎臓の機能が。顔にむきみもありますし、まず間違いないでしょう。そうか、あの時にサモンは腎臓に打撃を下っていたんだ。それで一時的な腎不全に。本人も気づかぬうちに後になって聞いてくる。名だ新陰流を恐るべし。しかしキーボーは腎臓ではなく足を攻撃していますが。足の内側には腎臓に結びつく経絡が通っています。そこを徹底的に攻めているんです。サモンの動きが鈍くなっている。直接腎臓を狙った。よし、天陽の壺に入った。顔を支配する神経にダメージを与えると同時に脳に血腫ができれば相手を死に至らしめる。やったー。バカな。でやおとん、アホが、サモンを波の人間と思うとるんか。キボー、地獄落とし、今度は完全にロックした。お前みたいに強いやつが今度やったら地獄楽しい。望み通りに地獄に送ってやる。終わったな。子供を潰すのは後味が悪い。サモン！てらー！バカだ。誰が潰れたんじゃい。わしはまだピンピンしてるわ。宮沢さん、なぜ地獄落としが効かないんですか。投げられる瞬間に喜一郎自らジャンプしたんですよ。脳天よりも足が早く落ちたためダメージが半減したんです。認めてやる。お前を本物の格闘家として認めてやる。当たり前や。わしはお前より何十枚も強いおとんの遺伝子を受け継いとるんじゃ。エンマ固めだ。同じ技が二度も通用するか。なんだ。よっしゃ、足の機密兵器じゃ。なんだあの技は。これは一体。あなたに教わったエンマ固めの変形ですよ。我に似せる者は生き、我をかたどる者は死す。知恵の教えを守りながらも想像を加える者は成長し、ただ模倣する者は死んでいく。宮沢喜一オリジナル高さ円盤固めじゃ。あの体勢からは背筋を使ってジャンプすることもできない。もはや完全に脱出不可能。ああ、一体ワンカイ体のワイヤになってもええんか。壊せ壊せ。アホが。何？あの技は？キーパー！どうしてチョークスリーパー？締め落とした！もっとも相手を傷つけん技で決めた。わしは勝ったよ！なぜ俺を壊さない。骨折させることも人体を切ることもできたはずだ。なんで壊さなあかんねん。
わしはあんたに感謝してんのや。あんたのおかげでまた強くなれたんや。それにな、鬼兵のおっさんが手塩にかけて育て上げた最高傑作を壊すのかいや。サモンはリングの上で意識を失った。戦場ではたとえ数秒でも失神すればそれは死を意味します。サモンの敗北は明白です。キバさん、約束は守ってもらいますよ。二度と私たちに関わらないでいただきたい。宮沢さん、私たちの戦いとは潰し合いのことですよ。またお会いしましょう。一撃夢になれ、燃え上がれ。